やり直したい、やり直したくないんだけどね。魔法の呪文はシャイニングハート、アイドルマジシャン中西里奈でーす。はい、今日はですね、なんと私最近コロナ別れしました。はい、ちょっと今はねこのテンションなんですけど、まあ、ちょっと前だったんで別れたのが、もう別れた次の日はもうなんかこう、もう本当にこんな何にもできない、もうとにかくベッドの中でひたすらもうぼーっと放心状態みたいな感じで、まあ最近はちょっとずつね、まあ元気を取り戻してるんですけど、まあもう今流行りのコロナ別れでございます。まあ彼氏がいたってこともね、皆さんにお伝えしてなかったので、まあちょっとね、まあいた時期がありまして、最近まで、で最近コロナ別れで、まあ今流行りですよね、コロナ別れとかコロナ離婚とかね、本当あるのかなっていうぐらいだったんだけど、まさか自分が失恋するとは思っていなくて、もう号泣。でも私30なんで、30の失恋って多分若い頃の失恋よりも、またこう違う意味での苦しさがありますよね。まあ、なぜね、この動画を撮ったかっていうとね、まあ、今タイムリーに、こうコロナ別れだったり、まあ、失恋だったり、中にはいるのかなと思って、まあ、私のチャンネルはね、まあ、女性も見てくださってる方がいるので、まあ、そうやってね、ちょっとでも、まあ、こんな私でもね、こう元気にやってるよっていう、こう共有じゃないけど、まあ、一緒に頑張ろうって気持ちになってもらえたら嬉しいなと思って撮っております。はい。まあ、30歳の失恋って本当にきついよね。なんか、一応結婚前提じゃないけど、結婚も視野に入れたお付き合いだったので、まあそれを考えると、すごく、もうきついし、まあ30前に出会った彼だったので、もうこれで、最後の人だって思っていた気持ちもあるし、彼とは過ごしててちょっと違和感を感じる部分がちょこちょこあって、まあ彼だった、まあ誠実な方だったので、彼なのかなってずっと思ってて、でもすごく違和感との葛藤で、それをね、多分神様にすごい見透かされてたというか、まあコロナ以前にお互いがそこまでの愛はなかったのかなって、っていう思いもあります。はい。まあ理由は、まあまず会えなかったことと、まあ気持ちがこうどんどん離れてったっていう部分ですかね。ただ私はそこまでの決断ができなくて、まあ相手と話し合って決めた感じです。はい。本当にこんなに失恋するのって多分高校以来ぐらいかな。高校生の時に付き合った彼で、すごく好きだった彼に、まあ浮気をされて、まあ別れたんですよ。で、浮気された浮気相手の女の子が、その彼を紹介してくれた私の友達だったわけです。その女の子とその彼が浮気をしてて、それたまたま知ってしまったんですね。もうあの時はもう絶望で、もうなんか泣きながら笑いながらみたいな、もうなんか初めて友達もなんかこんな人って狂うんだなっていうぐらい、なんかやばいやつ見たみたいなぐらい、なんかあの時のもう感情はもう今思い出せないんだけど、もう10年とかね経ってるから思い出せないんだけど、あれ以来の失恋ですね。結構引きずりました。私、あんまりこう、付き合って別れた時ってあんま引きずんなくて、もう次一週間後にはコロッとしてたりとか、なんか、あ、もうなんか次いい人出会える出会えるって感じで、割と切り替えが早かったりとか、もうすぐさま婚活イベント行ったりとかしてたから、もうすぐ好きな人ができたりとかしてたんだけど、今回はまあこうね、今自粛中だから、遊びにも行けないし、ましてや別に今好きな人もいないし、ほぼ3日間ぐらいは泣き続け、まあ、夜とかもめちゃくちゃ寂しいから、もう友達に泣きながら電話するとか、なったんですけど、まあ、最近はね、割と立ち直って、まあね、ほんとこの人との未来を歩んでいこうって気持ちでいたからこそ、その、ちょっとの違和感とかを感じてたけど、なんか、あ、人にはいいとこもあれば悪いとこもあるしな、みたいな。なんか、これを受け入れていこうっていう気持ちでもあったから、なんか、別れるなんて、それも30のダメージってめちゃくちゃきついですね。でもなんか、まあ、100歳までもし生きるとしたら私が、あと70年あるわけだから、そのうちの、この一瞬なんて、時とともに、だんだん忘れてくんだなと思って、今こう時間が解決してくれるんだなと思って、まあ別れてから一切連絡を
撮っていません。いやでも本当に別れた時はマジでもうなんかもう死にたいじゃないけどいなくなりたいとか、いやもうなんか本当なんかそれぐらいまで落ちてこうつながりがあったりとか、まあ付き合ってるっていうそれに安心しきっていて、それが全てなくなってしまった時のこの寂しさと孤独がめちゃくちゃありますね。付き合ってた時は当たり前に隣にいると思ってたけど、なんか別れて、あ、こんなにまで悲しいんだなっていうか、こんなにまで泣くってことは、そんなに好きだったんだなみたいな。なんかもうこんなね、今笑ってるけど、結構やっぱ、まだ思い出すこともあるし、縁がなかったんだなと思って、ちょっとこれからは頑張ろう。次婚活頑張ろうって、なんとかこう前向きに生きようと思っております。でね、私、まあ、スキマスイッチの奏でを毎回失恋することに聞くんですよ。なんかね、もう高校生からずーっと失恋するとスキマスイッチの奏で聞いてて、すごいもう号泣みたいな。もうどうすればいいかもわからず、とりあえず私は友達に電話して話を聞いてもらう。まあ、ズームでみんなに話を聞いてもらう。あとは、もうめっちゃガルちゃんとかで、そのなんか失恋の名言集みたいなのを、夜な夜な読んでるんですけど、ここでね、まあ、いいメッセージみたいなのがいっぱいあったんで、ちょっとご紹介したいと思います。まず、捨てる神あれば拾う神ありです。次に必ずいい出会いがありますよという。君は自分を愛してくれない人を失った。でも彼は自分を愛してくれる人を失ったのだ。彼の方が不幸だと思わないかね？と、ある哲学者が公園のベンチで失恋してる女の子に言ったそうです。あとは、恋人になる縁はあった。だけど、結婚相手としての縁ではなかった。いつかきっとあの人との別れが過去になるって、ああと思いましたね。本当そうだと思います。付き合う縁はあったけど本当結婚する縁はなかったんだなみたいな。あとはですね、泣かないで、悲しいよね、辛いよね、でも彼の方が不幸なんだよ、こんなにも愛してくれる人を失ったのだから、気づいた頃にはあなたは幸せになっているはずだからっていう。みんないい言葉、いいメッセージ。あとは、その時は不幸だと思っていたことが後で考えてみるとより大きな幸福のために必要だったということがよくあるのっていう。まあそうですよね。あとはですね、自分には価値があると思うと振った男なんてどうでもよく思う、自分の笑顔を壊す相手と一緒にいると価値が下がると。おー確かにいいと思って。あとはですね、いいな、いろんな人と出会えるよね、いっぱいときめけるじゃん、恋の始まりって楽しいよなって。確かに私ね、友達が失恋した時に、これからいっぱい出会いあるね、楽しいじゃんって私も言ったらしくって、全然覚えてなかったんですけど、最近リナちゃん言ってたよそういうことみたいに言われて、あ、そっかと思って、なんかワクワクしてくるなって。そう思うとね、いろんな人と出会えて、これから次の人が運命の人だと思ったらすごいワクワクするなと思いました。あとはですね、今は思い出が美化されてるのかも、よく思い出してみて、嫌なところもたくさんあったはず、理不尽な喧嘩もしたはず、あなたの次の彼氏は今何してるんだろうね、夜勤かな、それとも寝てるかな、早く会いたいね、楽しみだね、そのためにたくさんの自分を磨いていこうって。はぁーと思って、あーすごいと思って、今何してんだろう私の次の運命の人はって思いながら。あとはですね、出会いも別れも意味がある、あなたに必要だった人だから出会ったし、そして今はその役割が終わったから別れた。あとは、あの時振ってくれてありがとうって心から思えるくらい素敵な人が現れるよ。あとは、うまくいかなかった相手はうまくいかなくてよかった相手。はぁ、なんかそのごまぶっこさんっていう、私はね、まあ、婚活ブロガーさんみたいな方の、その方が、別れは世界の終わりじゃなくて新しい幸せの始まりよっていう言葉があって、本当だなと思いますね。まあ、これからはね、婚活を新たに再開して頑張っていきたいと思います。ちょっと今コロナでなかなかできないんですけど、それでも、まあ、日々ね、自分磨きをして頑張っていこうって、本当に思います。もう私なんか失恋するとカラオケとかに行くんですけど、まあ、カラオケにも行けないじゃん。もう本当に歌いたい。歌おう。世界中の子供たちが、あ、これじゃない、ちょっと待った。もっとなんかこうないかな。パプリカ、花が咲いたら、なんかいい曲ないかな。100回くらい忘れようとしたけどもうダメだよ、気づけばいつも前のことばかり思い出してた。
今更だってわかってるけど、やっぱり好きだよ、会いたいよ、もう一度またやり直したい。やり直したくないんだけどね。そう、私のね、まあ、大親友のドシマンに、まあ、毎日夜な夜な電話に付き合っていただいて、本当に大迷惑な女だよね。で、なんかもう別れた日に、ドシマンとか言って泣いて、ほんとなんか泣きながら電話したんだけど、もう5、6時間ぐらい電話付き合ってもらって、もうなんか深夜から朝方までもう電話付き合ってもらって、そしたらなんかいきなり、ドシマが、見えるよりな、みたいな。リナには見えるみたいな。次付き合った人が結婚する相手だよ、みたいな。別にどうしもそういう霊感とかないんですけど、なんかデジャブっていうか、なんていうのかな。まあ私のこの想像みたいな。私を見て想像するみたいな感じで。で、なんかリナには白いセーターで、まあどっちかっていうと目が細めの、まあ命タイプ、どっちかっていうとね、V6 の命タイプの感じの人と、すごい優しくて穏やかな人と結婚して、その人と結婚したら女の子と男の子が生まれるよみたいな感じで、で割とすぐ結婚するんじゃないみたいな、なんかこうデジャブなことを言ってくれて、なんかそれもすごい救われて、なのでこれからはね、もう白いセーターが似合うってことは、まあ冬なんだろうけど、まあ今から来てたらちょっとねおかしな人だから、なんか白いセーターが似合う人をもう探していこうと思います。まあね、私その彼の顔がすごく好きで、かっこいいなと思ってて、で、あれ以上のかっこいい人はもういないよってドシマに言ったら、いや、なんかもしリナがヤマピーとかと付き合ってたら、あれ以上の人はいないって言うかもしれないけど、まあ元彼ぐらいだったらもっとかっこいい人いっぱいいるよって言われて、恋をしてる時ってさ、こう冷静な判断ができないから、あ、まあ他人から見たらそうなんだなと思って。もっといっぱいいるんだなと思って。もう星の数ほど男の人はいるっていうぐらい、ずっとずっとね、なんか理想だけを追い続けてたら結婚できないと思うんだけど、もうピンチはチャンスじゃないけど、その後絶対幸せなことが来ると思ってるので、なんか幸せの予兆じゃないけどさ。なので、頑張っていきたいと思います。まあ今ね、コロナで別れたりだとか失恋された方、ちょっとでも、元気になっていただけたら嬉しいです。ほんともう失恋は時間が解決してくれるっていうことしかないかな。あとはやっぱノートにめちゃくちゃ書き出して、逆に相手の嫌だった部分も全部書き出して、だったら次はこういう人がいいとか、そういう風にね、ちょっとこう気持ちがスッキリするんじゃないかなと思います。あとは失恋ソングをたくさん聞いたりだとか、あとはまあガルちゃん見て、この名言集、失恋名言集をたくさん読んで、ちょっとでもスッキリ、そして明るい未来になるといいなと思います。一緒に頑張りましょう、婚活。